持ちを切り替えて今を楽しむ。まず最初に一つ質問です。運が覚醒する機運上昇チャンネルの坂見です。機運上昇チャンネルの LINE アットができました。機運が上がる特別な6つの特典をプレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。せっかくの大吉日、ワクワクだったのにいきなりネガティブなことが起きてしまい気分が下がり、なんだかいい吉日を過ごせなかった、そんなことないですか？なんでいい日じゃないの？みんなは吉日なの？もしかして私だけ？ひどい。理由もゾロ目も見たばっかりなのに、私神様に好かれてるんじゃなかったの？なんて焦ったりして、普段生活していればいいことも悪いことも起きますよね。もちろんいいことばかり起きてほしいですが、必ずしもいいことばかりが続くわけではないです。ただその時にどう切り替えていくかで、あなたの波動は高いままキープができて、吉日を心地よく過ごすことができます。しかも長い目で見たら、あのハプニングのおかげで事態は進展したとか、不思議な出会いにつながるなんてこともありますから、その時はびっくりしたけど実はいいことだったっていうこともあります。もちろん吉日だけでなく、普段の日常生活でもあなたの前に来るネガティブさんとうまく付き合えば、意外に素通りできて止まることがなくなります。ちょっと嫌な気持ちになって気づっちゃったりしたら、さらに運気を下げる要因になってしまいますし、やっぱりワクワクウキウキ過ごしたいですからね。ということで今日は吉日にネガティブなことが起きた時の対処法4選をお伝えします。これでどんな吉日も素敵な吉日に変えて過ごしてもらえたらなと思います。まずははじめに龍神様のつながり、場を清めるティーシャの音で始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず最初に一つ質問です。これはある研究結果の質問なんですが、あなたはある病気になってしまったとします。そして A グループには手術の成功確率は 70% です。 B グループには失敗率 30% と伝えたそうなんです。確率は一緒ですが、その時あなたはどんな気持ちになりますか？結果は成功確率が 70% と伝えた A グループは手術に対して好意的なイメージを持ち、失敗率 30% と伝えた B グループは手術にネガティブに捉えたそうなんです。なんとなくそうかもって思いませんでしたか？ここでお伝えしたいのは、人はネガティブな情報に注目しやすい傾向があるんです。これは危険を察知するための防衛本能みたいなものなんです。ネガティブなことにフォーカスが行きやすいんですね。特に意識しないでいると自然とネガティブに向いてしまうんです。動画のタイトルやニュースのタイトルなんかもネガティブなのってキュッと目がいっちゃったりしませんか？だからこそネガティブなことにフォーカスをするように意識を向けることが大事なんですね。毎日をご機嫌に過ごすには体調のコンディションを整えることも大事ですが、心のコンディションを整えることも大事なんです。ネガティブが起きた時の対処法、一つ目はとりあえず動いてみるです。皆さんは失恋されたことがありますか？大好きな人に振られてしまった時、中にはたくさん予定を入れて忘れようとするって方もいらっしゃるのではないでしょうか。失恋してこんな辛い時に他のことなんて考えられないっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方は切り替えが早くなる方法の一つということで、頭の片隅に置いといてもらえたらなと思います。実はこの他のことをやって忘れる方法は恋愛以外にも有効で、ネガティブな出来事が起きてネガティブな気持ちになった時にもいいんです。その時のネガティブな感情に引きずられないよう、とりあえず予定を作り動いてみる、そして忘れる時間を作るのがいいです。ネガティブな感情が出ている時はネガティブなことを考えれば考えるほどネガティブになってしまい、結果自分の波動を下げてしまうんですね。別のことをして一旦そこから抜け出してニュートラルになった時に向き合ってみると、前向きな解決策がスルッと出てきたりします。機運もお金さんもドヨヨンとした空気が苦手なので、ネガティブ波動を感じると今は近づくのをやめとこうかなってなって寄ってこなくなってしまいます。なので
ネガティブな気持ちでいる時間が長くなれば長くなるほど機運が遠のいていくんですね。何よりずっとネガティブな気持ちにいることって自分自身が辛いですよね。気持ちを切り替えようとして予定を入れて動くと気も変わるので、その時のネガティブな気持ちが内向きから外向きになり、ネガティブな気持ちが入る隙間がなくなっていきますよ。人間って同時に2つの感情を感じることってできないので、新しい感情を感じると自然と前の感情を感じられないんですね。別のことをやるというのは、そんな脳の動きを利用したポジティブさを取り戻すアクションになります。そのアクションに機運アップアクションを取り入れられたら、忘れた頃に機運も上がって最高ですね。2つ目は、細かいプランを立てないです。これはネガティブなことが起きた時というよりは、吉日に起こりやすいネガティブになる原因を取り除くといった感じです。何をやってもいい大吉日、珍しい大吉日、金運アップアクション目白押しの大吉日、シフト表を見てみたら、あら、ちょうど休みじゃない。そんな時に金運アップアクション、モリモリの予定を時間キツキツで立てたくなるもの、パズルのように絶妙にパチッとはまれば気分爽快ですが、お買い物したらレシが混んでて、早めに行こうと思っていたランチのお店が満員で、仕方なくお店を変えてテンションだだ下がり、美容室に行ったら少しお待ちくださいねって別のお客さんのところに行って全然戻ってこない、この後神社参拝が待ってんのよ、この後は吉沢亮君の出待ちするんだから、この調子じゃ全然間に合わない、ていうかパーマきつすぎない、ダサいわよこれじゃ、吉沢亮君の出待ちに行けないじゃない、キーとパツパツで予定を詰めると、予定通りに行かないことが出てきやすくなっちゃうんですね。予定通り進まなかったら、イライラモヤモヤとネガティブになってしまうかもしれません。他にも、せっかく計画したのに計画通りに全然できていない私ダメじゃないと自己否定や自己嫌悪に陥ってしまったり、計画モリモリなことはとてもワクワクでいいことなんですが、限定思考になりやすくもあります。ハプニングもそれもまた良しと、予定通りにうまくいかなくても気にしない、気にしないの一級さん精神で、その時に起きる出来事に身を任すのもいいですよ。そして僕は金運アップアクションを毎回いくつかお伝えしていますので、全部やらないといけないというわけではないんです。選択肢があることでアクションできる人が増えるといいなと思っているので、好きなものを選んでやってみてくださいね。3つ目、答えが出ないことを考えるのやめるです。考えれば考えるほど、その時のネガティブな出来事があなたの中で大きくなり、一番の問題になってしまいます。それなのに答えは出ないから、さらに悶々とするばかりなんです。これは辛いですよね。昔家族で旅行に行った時なんですが、母の退院祝いを込めて久々に行き、その旅行中に当時の僕は借金を抱えていて、借金の取り立ての電話が来たんですね。そこで僕はとても気持ちが落ちてしまい、せっかくの家族旅行の空気がとても悪くなってしまいました。頭の中でどうしたらいいんだろうかといっぱいだったんですが、この場でできることって何もなかったんですね。確かにお金の不安って頭の中でいっぱいになって何も手につかないような状態になってしまいますが、今この場でできることがない場合は、ずっとこれ以上考えても心が沈むばかりで答えが出ません。ないものはないですから、今できることを考えて、できることがあるならやって、起こった出来事に対してできることがない場合は気持ちを切り替えて今を楽しむ、これがいいと思います。今はこの予定の時間だから、この予定に対してできることをするとか、この予定の間は全力で楽しんで終わってから問題に対処する時間にしようって、ないものはないと諦めてできることをすると、自然と気持ちが切り替わっていきます。小銭洗いやお掃除に没頭するのもすっきりしながら金アップできるのでおすすめです。4つ目、ネガティブの原因探しをやめるです。ネガティブになるような出来事が起きた時は、無理に原因を探さないのも一つです。なぜかというと、ネガティブな原因の解決策は放置が一番だからです。え？って思うかもしれませんが、仮に状況が変わらなくても、あなたが元気になる、ポジティブになると、ネガティブな原因が気にならなくなっていくからです。そうなったらもう気にする必要ありませんよね。脳は Google 検索のようにできているので、
どうして運が悪いんだろうって考えると、運が悪い原因を探し出してきて、なんであの人は嫌味ばっかり言うんだろうって考えると、嫌味を言う理由を探し出してきてくれます。原因を探そうとネガティブにスポットを当てた質問をすることで、あなたがネガティブになる正当な理由を見つけてきてくれるだけなんですね。そうすると、そうか、だからかって納得して、じゃあネガティブになっちゃうよね、仕方がないって、ネガティブでいることが通常だと思い、ネガティブを長引かせる原因になってしまうんです。心の不調の原因探しをやめて、あなた自身がご機嫌になることにスポットを当てて、まずはいい気分に戻ることがおすすめです。原因を探すよりも、この出来事から学べることは何だろうと、プラスの側面に目を向ける質問をしたり、繰り返さないためにはどうしたらいいんだろうと、ネガティブなことが起こらないように対策するための質問をすると、同じことが起こらなくなったり、同じことが起こってもネガティブなこととして捉えるようになるので、おすすめです。以上、吉日にネガティブなことが起きた時の対処法でした。まとめると、一つ目はとりあえず動いてみる、二つ目は細かいプランを立てない、三つ目は答えが出ないことを考えるのをやめる、四つ目はネガティブの原因探しをやめるでした。吉日だって全てがいい日とは限りませんし、要注意日だから悪いことが起きるわけではありません。それに、人間万事塞翁が馬って言いますから、一見悪いことが後で振り返って本当に悪いこととは限らないんです。電車に乗り遅れて、取引先との会議に遅れて、超めちゃくちゃおこで部署異動になったけど、そこの新人くんに吉沢亮くんみたいな子がいて、毎日幸せとか、今日の動画はどれだけ吉沢亮くん推しなんだっていう感じですが、ネガティブなことが起きた時、いかに対処して気持ちを切り替えるかで、せっかくの吉日を楽しい吉日のまま過ごすことができますので、ぜひ素敵な吉日を過ごしてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い、波動を上げる鈴の音でお別れをしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。